全身チャンネル第172回、今回の全身はこちら、基地戦争とゼネストで戦おう、434,273人の団結した怒り、今が沖縄の未来を切り開く時。2月24日の沖縄県民投票は歴史的大勝利を実現しました。既成事実の積み重ねによる沖縄県民の諦めに期待した安倍政権の目論みは完全に破綻しました。辺野古への新基地建設を阻止する戦いを一貫して支え担い抜いてきたのは労働組合です。基地労働者を先頭とした沖縄の労働者階級がストライキに立ち上がった時、辺野古新基地建設も完全にストップします。今こそ沖縄全島ゼネストへ突き進もう。2面です。安保を揺るがした全軍労働争、基地労働者の決起が全沖縄を動かす。朝鮮戦争下の52年には沖縄の軍関連作業員は6万7000人に達していました。同年、基地建設を請け負って本土から来た土建業者に対して基地労働者が未払い賃金の支払いや労働環境改善を求めて争議を起こしたのが戦後沖縄労働運動の最初の一歩でした。これを受けて琉球政府は53年に労働三法を制定し、61年に全沖縄軍労働組合連合会が発足します。70年代の沖縄返還過程において全軍労の戦いは決定的な役割を果たしました。本土復帰後、日米政府の大量解雇攻撃と活動家のパージ、核丸の襲撃の中で戦いは抑え込まれてしまいましたが、今こそ本土沖縄を貫く荒々しい労働者の戦いを蘇らせましょう。3月31日三立化全国集会にぜひ来てください。 3.11 反原発福島行動19については GNN の方で報道しています。全身の定期購読とチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もチェックしてください。洞口朋子ボランティアも募集中です。